米子市公会堂は鳥取県米子市に所在する公会堂である。村の東吾の設計によるモダニズム建築で1958年の竣工当時は三山陰地法水一のホールとして注目された。米子市において公会堂と称する建造物が建てられるのは二つ目であり、一つ目は港山公園内に存在していた公会堂で明治39年に竣工。 昭和47年に取り壊されている。米子市における音楽ホールの建設は、戦前からの市民の願いであり、1954年には自治会連合会による発案がなされ、財政難の市に代わって一世帯が毎日1円ずつ、貯める1円募金が呼びかけられた。また、昭和32年4月19日には、出羽の海一門の巡業を誘致し、その収益も寄付された。 その際に使われた土俵は、当時の横綱土地二色土地世の山の横綱土俵入りによって地固めがなされ、土俵の土は公会道に埋められることとなった。その結果、市民から約3000万円、法人寄付を合わせると約5243万円が集まり、その額は総工費1億7600万円の3分の1ほどに上る。設計を手掛けた、 村の東後も米子市民の心意気に打たれ、自らの設計量を返上した。建設地は国道181号と国道9号が交わる角地で、1945年に廃校になった各番高等小学校の跡地にあたる。付近には米子高島屋などがある、中心市街地に位置する。1957年4月11日に着工。 河の池組により施行され、約1年の後期を経て1958年4月12日に完成した。道路に面した側は広場や駐車場とし、大ホールは敷地奥に配置された。ホール内の傾斜した客席が外観に現れた形状は、村野が設計前年に訪れたブラジルの教会やグランドピアノをモチーフにしたとも捉えられている。外壁は、 山陰地方の特産の石州瓦をベースにした特注の塩焼きタイルで仕上げられている。コンクリートの柱張りを剥き出しにした衣装は村野の設計による横浜市庁舎や小倉市民会館などに共通する。竣工から22年経った1980年、増築を伴う大改修が行われた。改修設計は村野自身が手掛け、外観のイメージは保ちつつ、 ホール天井やホワイエは大胆な変更がなされた。1998年には、鳥取県内で唯一公共建築百選に選定された。ところが、2006年4月20日付の地方紙に、米子市公会堂、維持か閉鎖かというタイトルの記事が掲載される。存続を求める市民により、同年9月に、米子市公会堂の充実を求める会が発足した。2009年に、 耐震診断が行われ、耐震性の指標の一つであり0.6以上が求められる位置が0.15しかないことが判明した。大ホールは使用停止になり、公会堂自体の廃止が検討された。2010年5月に日本建築学会中国支部からの坂、安尾米子市長に宛てて、米子市公会堂の保存に関する要望書が提出された。6月には、 米子市公会堂の充実を求める会を中心とした米子市公会堂の存続と早期改修を求める市民会議が結成され、存続に向けた署名活動が行われ、7月28日までに44,202府での署名が米子市議会に提出された。米子市が市民3,000人を対象に行ったアンケート結果では、存続45.4%、 解体38.2%と存続票が上回った。これを受け、11月25日の市議会で、米子市長は存続の意向を表明した。12月24日の市議会では、一票差で公開堂の存続が議決された。改修工事の設計業者は、プロポーザル方式で募集され、二千十一年八月に、日建設計、総本総合設計特定設計業務、 共同企業体が選定された。2012年9月に全面閉館して改修工事に着手。改修志向は、河野池組、美保テクノス、平田組、共同企業体により行われた。米子市公会堂は、公会堂棟と背後の楽屋棟、南側の管理棟の3棟で構成されるが、管理棟は耐震基準を満たしており、改修の対象からは外された。 接合部の強度が不十分で合成が不足していた屋根は撤去され軽量な材質で仮設し直された。天井は複雑な三次元構造で当時の図面も不正確なものであったが三次元スキャナの導入で1980年回収時の状態の再現に成功した。競り上がった二階客席部分が地面に接しておらず荷重の適切な伝達ができていなかったが ホールとホワイへの間の壁を体力壁化し基礎のフーチングの増設、床の増圧などにより地震力の伝達ルートを設けた。壁の新増設については異常に影響しない位置を選んで施行されている。外壁の塩焼やタイルを製造していた業者はすでに廃業しており状態の良いものはそのまま使うとともにモックアップを9回作って既存のタイルと 新たに焼き上げたタイルを調和させた。幹線道路の交差点に近く、従来はわずかに道路騒音が聞こえていたが、換気口を塞ぐことにより静粛性が向上した。客席数は従来と同じく1120席で、黄金色のモケット張りの座席は、従来のイメージを踏襲しつつ、座り心地が改善された。扉の引き手や手すり、照明などは、回収前のものを保存し、 再利用されている。この改修工事により、伊豆地は0.70以上となり、目標とする0.675を上回る耐震性能が確保された。米子市公会堂の充実を求める会と、米子市公会堂の存続と早期改修を求める市民会議は、米子市公会堂市民会議に改組し、1円募金に、習って1000万円を超える募金を集め、 備品や重機類を寄贈した。約1年半の後期を経て、2014年3月29日に再オープンの記念式典を挙行。同年5月18日には、コケラ落とし公演として、米子市音楽祭のオープニングコンサート、祝演が開催された。2017年度の開館日数359日のうち大ホールは169日間利用され、 集会室や前提を含めた年間利用者数は145,207人に上った。ありがとうございます。